マンスリー県政ニュースワイド特集では世界遺産に登録されている参詣道を整備する道普請について紹介。また地理的表示 GI の指定を受けた和歌山県の梅酒についてゲストを迎えてお伝えします。マンスリー県政ニュースワイド、県政の動きと県政の重要なポイントを分かりやすくお伝えします。こんばんは、笠野美です。では早速この1ヶ月の県政の動きを短くまとめてご覧いただきましょう。大規模災害などの緊急時にドローンを使った医薬品の配送を実現しようと、和歌山市の県立医科大学で先月30日県内で初となる実証実験が行われました。実証実験は県立医科大学と医療総合商社の株式会社 KSK 情報通信事業を手掛ける NTT コミュニケーションズ株式会社が行ったもので、住宅地などで目視に頼らずドローンを自動飛行させるレベル4による配送の実用化に向けた取り組みです。飛行経路に配置された監視員らが見守る中、ドローンは地上およそ30メートルの高さを飛行して到着。受取人による顔認証での本人確認が行われたほか、配送物の品質の状態が確認されました。県立医科大学では引き続き実用化に向けた取り組みを続けるとしています。串本町で今年夏頃に予定されているロケットの打ち上げを応援しようと、ロケットのイラストがデザインされた JR 紀勢線を走る特急クロシオロケットカイロス号の運行が先月31日から始まり、 JR 串本駅で関係者が出迎えました。ロケットカイロス号には列車の最前部と最後部の車両の正面と側面にロケットのイラストがデザインされていて、令和9年3月頃まで JR 新大阪新宮間で1日最大4本運行される予定です。岸本知事が県内各地を回り、県民の生の声を聞いて県政に生かそうというタウンミーティングが今月7日上富田町やすさみ町と田辺市で開かれました。タウンミーティングは今年1月から各地で開かれていて、この日上富田町では県外からのスポーツ合宿の誘致を県とともに行っていきたいという声や、地元産の果物を使った商品の PR で県の力を借りたいなどの要望が寄せられ、岸本知事は直接ざっくばらんに話をすることができてよかった、すぐに対応するのが大事なのでできることはスピーディーに反映させたいと話しました。12日に行われた定例記者会見で岸本知事は、県政の重要事項などについての助言やさまざまな課題に対する具体的な取り組みを検討する和歌山未来創造プラットフォームを立ち上げたことを発表しました。この新たな取り組みは岸本知事が選挙公約の一つとしていたもので、主に知事が直接助言を求めるアドバイザリーボードは、吉本興業の大崎宏会長やデザイナーの越野純子さん、和歌山市出身のバイオリニストで東京芸術大学名誉教授の澤和樹さん、楽天グループの三木谷宏会長ら10人がメンバーとなりました。また具体的な取り組みを検討するワーキングチームは、観光や DX、地方創生など6つのテーマごとに編成され、若手の経営者や文化人らがチームリーダーとなって県職員も交えて具体的な取り組みを議論するとしています。コロナ禍による渡航制限が緩和されたことに伴い、海外の高校生が3年ぶりに教育旅行で県内を訪れました。台湾の台北市立シーソン高級中学の生徒と教員39人は19日和歌山市の県立工業高校を訪問。両校は平成24年からそれぞれの学校を訪れるなどして交流を続けてきましたが、コロナ禍による渡航制限などもあり交流が途絶えていたもので、
吹奏楽などで歓迎セレモニーを実施した後、授業や昼食を共にするなど交流を深めました。東京都に本社を置く IT 企業オメロイド株式会社が和歌山市に新オフィスを開設することになり、24日松野貞之代表取締役と岸本知事、和歌山市の尾花正弘市長が協定書を交わしました。オメロイドは企業向けのセキュリティソフトの開発や IT 関連のコンサルティング業務などを行う会社で、和歌山市港今夜町の和歌山第二富士ホテル内のサテライトオフィスキノアに新オフィスを開設します。松野代表取締役は、 IT 企業にとって和歌山はホットな地域、 IT が盛んな町にしたいと意気込んでいて、3年間で15人程度を正社員として地元雇用したいとしています。さあ、それでは続きましてマンスリーピックアップです。今月から新年度が始まりました。3日県職員に新規採用された154人に辞令が交付された話題です。辞令交付式は和歌山市の県民文化会館で行われました。県は今年度、一般行政職をはじめ建築や電気などの専門職と保健師や薬剤師などの資格免許職合わせて154人を採用し、式では商工観光労働総務課に配属の三藤心さんが新規採用職員を代表して岸本知事から辞令を受け取りました。続いて都市政策課に配属の中村美穂さんが、今日から県職員の一員として県民を幸せにできるように尽力しますと決意を述べました。岸本知事は、空気を読むという言葉がありますが、この中から空気を読んだ上で思ったことを言えるような人が出てきてくれれば嬉しい、一緒に県庁を活性化させていきましょうと呼びかけました。大変緊張しました、県民の皆様に、信頼されるような県職員になりたいなと思います。建築職での採用ですので、そういう建築面、特に景観面でより良い和歌山県になるように頑張っていきたいと思います。一方、知事室では今年度の会計年度任用職員に採用された ANA 全日本空輸株式会社の客室乗務員3人にも辞令が交付されました。この3人は木村静香さんと武田真奈さん、石澤愛さんで、岸本知事からそれぞれ辞令を受け取りました。県では県の魅力を発信しようと、兼業や移住を認めている全日空に県職員と客室乗務員との兼業を打診。去年8月に2人を採用して、県のイベントや SNS で南紀熊野ジオパークや地場産業製品などに関する情報発信を行ってきました。木村さんと武田さんは新規採用、石澤さんは昨年度に続いての採用で、配属先での広報業務に当たります。県民ではない私の目線から見た和歌山の魅力を皆さんに発信していきたいなというふうに思っております。私が任せていただける仕事が SNS を通して和歌山らしいものを発信するというところで、ちょっとでも和歌山に来てみたいなとか、と発信をしていけるように頑張りたいと思います。多くの方に和歌山の魅力をお届けできるように全力で努めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。新年度が始まって早くも1ヶ月、新人の皆さんにはぜひともこの後も頑張っていただきたいですね。さあ、それでは続いて特集です。県政、今ここが大事です。新型コロナの感染予防対策として推進されてきましたマスク着用の考え方が3月に見直され、和歌山県にも観光客の皆さんの姿が多く見られるようになってきました。和歌山県の観光スポットは様々ありますが、なんといっても世界遺産に登録されている紀伊山地の霊場と参詣道に関係するスポットには、国内外の観光客から大変な人気を集めています。県ではこの世界的にも珍しい道の世界遺産を保全する道普請の活動に取り組んでいます。このほど行われました活動を私が取材してまいりました。田辺市本宮町にやってきました。
熊野詣での巡礼者が初めて熊野本宮大社を遠くに見て伏して拝んだと言われる伏拝王子跡の入り口にあります伏拝口のバス停です。この後伏拝王子跡周辺で道普請の活動が行われます。この日道普請の活動に参加したのは東南アジアの国タイ国政府観光庁の職員の皆さんです。県では和歌山県とタイの観光交流の促進を目的とした首位省タイ国政府観光庁と5年前に締結しました。今回相互の協力関係をさらに深めようとタイ国政府観光庁のユタサックスパソーン総裁をはじめおよそ80人の職員が和歌山県を訪れました。一行はおよそ20分歩いて熊野古道伏拝王子跡を目指しました。皆さんようこそ熊野古道へお越しくださいました。ありがとうございます。ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เส้นทางแสวงบุญกุมารนะครับ伏拝王子跡近くでは県世界遺産センターの若林さんが道普請について説明しました。せっかく世界遺産に登録されたかけがえない宝であるこの熊野古道がなくなってしまうことになりかねませんので、私どもは配下の皆様方、今日はタイの皆様方ですけれども、そういう方にボランティアとして土を運んでいただいて、道がえぐれてしまったところへ補充していただくという取り組みをしてございます。熊野古道は歩く道ですので、トラックとか重機は入りません。皆様方の力だけが頼りです。補修箇所、道を直したい箇所はここから600メーターぐらい先になります。そこまで土を運んでいただきたいと思います。若林さんが土のう袋に土を入れて運ぶことをジェスチャーで伝え、参加した人たちはそれぞれ土のう袋に土を入れていきました。道普請とは地域の人たちが協力して道路を作ったり直したりすることを意味する言葉です。県では世界遺産である熊野参詣道と高野参詣道を良好な状態で後世に伝えていくための保全活動にこの道普請という言葉を使っています。参詣道は大雨などの悪天候や大勢の観光客が歩くことでくぼみができるなど修復が必要になっています。道普請の活動では参加した人たちがくぼんだところに新しい土を入れて足踏みをしたり道具を使ったりして固め、歩きやすいように修復します。私も少しだけお手伝いしました。参加した人たちに道普請の感想などを伺いました。เรื่องแรกนะครับผมมาจากทางเหนือของประเทศไทยที่ผมมาเนี่ยจะมีความเชื่อคล้ายๆกับสิ่งที่เราทำกิจกรรมในวันนี้นะครับเขาเรียกว่าขนทรายเข้าวัดนะครับก็คือเรามีความเชื่อว่าเมื่อเราเข้าไปที่วัดซึ่งเป็นที่ที่แสวงบุญเหมือนกันเนี่ยนะครับเราจะมีทรายติดตัวเราออกไปด้วยทำให้เราเป็นบาปนะครับแต่ละปีอย่างน้อยๆในวันปีใหม่เราจะต้องเอาทรายกลับเข้าไปที่วัดกิจกรรมวันนี้เหมือนกับกิจกรรมที่เราเห็นมาตลอดชีวิตเราตั้งแต่ยังเด็กๆรู้สึกประทับใจแล้วก็ได้มีโอกาสที่ได้มาเห็นกิจกรรมที่จะเรียกได้ว่าชาวพุทธเนี่ยนะครับได้กลับมาแสวงบุญแล้วก็ทำให้ความมีความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยยังคงอยู่ได้นะครับก็รู้สึกประทับใจแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสจะนำเรื่องนี้ไปบอกกล่าวให้กับ
ทุกคนที่ทำเรื่องการท่องเที่ยวที่ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนให้มาทดลองเดินสักครั้งที่นี่ครับค่ะก็รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะที่มีโอกาสมาทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าจริงๆส่วนตัวมาญี่ปุ่นหลายครั้งแล้วก็แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางแสวงบุญรู้สึกว่าทำไปแล้วนึกถึงส่วนรวมการมีส่วนร่วมด้วยจิตใจที่สงบเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินมาอย่างสงบแล้วก็มาทำประโยชน์รู้สึกว่าเป็นกุศโลบายที่ดีมากที่ทางที่แห่งนี้มีแนวคิดที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมขณะเดียวกันก็ได้อิ่มบุญด้วยนะคะก็รู้สึกดีเป็นกุศโลบายที่ดีแล้วก็รู้สึกประทับใจเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วรู้สึกว่าสงบและเป็นประโยชน์จริงๆค่ะ今回の道部神の活動なんですが、改めて目的を教えていただけますか？ご存知の通り、はい、この熊野参詣道は世界遺産に登録された数少ない道になっています。もう一つは、スペインにあるサンティアゴ・デ・コンポステラという道なんですけれども、それ以外はここしかありません。はい、でただ、紀伊山地、非常に雨が多くございます。それで、放っておくと雨で、道がえぐれてしまったり、それと通行人の方もかなり増えておりますので、はい、その方がたくさん通ることによって道が破損したりする箇所もあります、はい、でそういう箇所を、もちろん県も市町村も文化団体さんも保持には努めてるんですけれども、はい、何せこの熊野参詣道と高野参詣道合わせた総延長というのが県下で、はい350キロ以上ございます、うん、できる限りたくさんの人にご協力いただくことを目的にして和歌山県では道部神という取り組みを進めてきました、はい、昔の道ですのでほとんどが土でできてます。でそこをえぐれてしまったところをこの土を皆さん方に運んでいただいて補充するということで、傷んだところを直してなるだけ良い状態でこの道を後世に伝えていくという取り組みをしてございます。この道部神は平成、21年からずっと取り組んでるんですけれども、今までに約600回の取り組みを進めてます、参加される人数にしますと、3万6000人以上の方に、取り組みに参加していただいてございます。ただこれ道まだまだ延長ございますので、それと雨も別に降りやむわけではありませんし、傷むところもこれからも出てくることでしょうから、生き長く続けていけたらと思っています。そのためには他の今までここの取り組みに参加したことのない方も、ぜひともここへ来ていただいて道部神にお手伝いいただいたらありがたいと思っています。さあ、それでは2つ目の特集です。お好きな方も多いのではないでしょうか。和歌山の梅酒の話題、 GI 和歌山梅酒についてお伝えいたします。さあ、それではスタジオには、県食品流通課の野坂さんにお越しいただきました。野坂さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、マークなんですけれども、こちらの GI というのは何かと言いますと、ジオグラフィカルインディケーション、地理的表示と言います。地域で長年育まれた伝統と特性を有し、その産地内で生産基準を満たして作られた酒類や農産品が産地名を独占的に名乗ることができる制度で、酒類については国税庁長官が指定するものです。和歌山梅酒は令和2年に GI の指定を受けました。リキュールとしては全国初の指定となります。さて、野坂さん、和歌山梅酒と呼べるものはどんな梅酒なんでしょうか。はい、和歌山梅酒と呼ばれるには実はいろいろとクリアしなければいけない基準がございます、はい、例えば生産基準として梅の実は県内産のものを使用、はい、アルコールは 10% 以上 35% 未満、原材料として認められているのは梅とお酒と糖類や含糖物質のほか、梅の果肉や果汁と炭酸、使用する梅の実は酒類1キロリットルあたり300キログラム以上、梅の実の漬け込みや容器への詰め込みは県内で行うことなどが定められております。はい、なるほど、この GI マークというのがついていると一定の基準を満たした和歌山梅酒ということなんですね。はい、GI 制度はその地域で生産され厳しい基準を満たした商品だけが名乗ることができる制度です。
有名な例ですとシャンパンが挙げられます、はいはい、シャンパンはフランスのシャンパーニュ地方で生産されるだけではなく、原材料や製法についても細かい規定があり、それをクリアしたものだけがシャンパンと名乗れます、はい、また和歌山梅酒もシャンパンと同様に原材料や製法などの規定が厳格に定められており、それらをクリアし官能審査を経て認定されることで初めて和歌山梅酒と名乗ることができます。はい、この和歌山梅酒が GI 指定を受けまして世界に向けて PR をという取り組みが行われているんですよね。その一つがフランスでの PR ということなんですけれども、今年で3年目の取り組みです、なぜフランスで行われるんでしょうか。はい、フランスを選んだ理由はいくつかあります、はい、まずフランスはシャンパンの例を挙げたように GI の制度が浸透しておりまして、はい、消費者も購入の際には GI を重視します、はい、そのため GI を取得した和歌山梅酒のブランド化を進めていく上で最適な土地といえます、はい、またさらに、フランスでは食前酒や軽食を食事前に楽しむ文化があるので、甘みのあるリキュールが好まれる傾向にあります。和歌山梅酒が市場に浸透しやすい状況にあると考えております。また最後にフランスは美食の国として知られてます、はい、フランスで和歌山梅酒が受け入れられることで日本国内の消費者の方々にも和歌山梅酒の PR ができるようと考えました。はい、そのプロモーションの一つとしましてフランスの有名女性ソムリエがアンバサダーに就任したんですよね。はい、アンバサダーのアマンディーヌ・パストレルさんはフランスの若手ソムリエコンテストでベスト3の実績があり、ミシュラン一つ星レストランラダム・ドゥ・ピックでシェフソムリエを務めるなどパリの飲食業界において活躍されています。そのため彼女の言葉は飲食関係者や食通に対して非常に説得力があります。また性格もとても明るく一般の方からも親しみやすい方です。はい、まあ、ソムリエとして発信力の高い女性だということなんですね。そしてこのアマンディーヌさんが参加しました和歌山梅酒のプロモーションがフランスのミシュラン一つ星レストランで行われました。こちらがその映像なんですよね。どういった内容だったんでしょうか。はい、こちらは昨年の2月17日にミシュランの一つ星レストランであるラダム・ドゥ・ピックで輸入卸関係者や販売業者、飲食店関係者、メディアなど総勢29名を招待して実施したイベントの映像です。イベントでは冒頭に GI 和歌山梅酒管理委員会の中野会長によるビデオメッセージのほか、アンバサダーであるアマンディーヌさんが来賓に向けて挨拶をしました。また和歌山梅酒のプロモーションビデオの披露のほか、アマンディーヌさんから参加者に向けて梅酒のセミナーを行った後に和歌山梅酒6種類とフランス料理のペアリングを紹介することで和歌山梅酒の魅力を発信しました。はい、とてもおしゃれでうっとりしますけれども、フランス料理はよくワインと合わせて楽しむというのが文化となっていますよね。それを和歌山梅酒に置き換えての提案ということなんですね。はい、フランスの文化としてお酒と食事のペアリングを重視します。そのため食事との組み合わせの紹介は和歌山梅酒の魅力を伝えていく上で非常に重要な要素となります。この時提案した中でも特に評判が良かったものが、はい、サバとのペアリングです。サバですか。はい、サバはですね、通常フレンチレストランではあまり使われない魚なのですが、今回はあえて梅酒とのペアリングとして提案したところ大変好評いただきました。あ、そうなんですね。ではですね、このイベントに参加されました皆さんのインタビュー動画がございます。ご覧ください。Alors, j'ai trouvé l'accord très intéressant, vraiment une vraie découverte. Vraiment intéressant pour chaque plat avec un umeshu différent, la découverte de plein d'umeshu vraiment différents, qui soit un peu plus sur le sucre, un peu plus sur la gourmandise, un peu plus sur la fraîcheur, un peu plus sur l'acidité. Quelque chose de vraiment intéressant.Alors, j'ai trouvé que le repas qu'on a eu était absolument extraordinaire. Sucrosité, mais aussi des sakés qui étaient acidulés, des sakés vieillis, des taux d'alcool différents, des textures différentes aussi. Donc, j'ai vraiment apprécié. Et c'était très intéressant de marier ces umeshu avec autre chose que des accords sucrés. Alors, le GI, c'est important parce que,on voit la France est un pays de labels, d'indications protégées, d'appellations d'origine, etc. C'est une traçabilité. Si on achète un GI Wakayama, on sait que c'est fait à Wakayama.
on sait que ce n'est pas simplement un assemblage qui est fait, mais on est sur des produits, sur des matières premières qui sont produites sur le lieu justement où on va confectionner le méchou. Donc à ce niveau-là, en termes de traçabilité, je pense que c'est de nature à rassurer le consommateur. 食にこだわりを持つフランスの皆さんもとても高い関心を示してくれていたようですね。他にもどんなことがありましたか？はい、アマンディーヌさんの SNS において和歌山飯の情報を発信をしたほか、はい、現地の EC サイト事業者と協力したオンラインセミナーを開催しました。また、カクテルや梅を使った料理とのペアリング動画を作成しまして YouTube チャンネルで配信したほか、店頭での販促キャンペーンを行いました。なるほど。これらの取り組みを通してどんな成果が実際にありましたでしょうか？はい、今までの活動を通してですね、はい、フランスの GI 和歌山梅酒のブランド化に、この事業に参加した全6社の、フランスへの昇流の確立に加え販売店の拡大にも成功しました。またフランスで開催されている日本酒のコンクールであるクラマスターでも新たに梅酒部門が創設されるなど、フランスにおける活動で非常に手応えを感じております。はい、さて、GI マークにも梅酒と記載されていますが、この梅酒という言葉が世界の共通語になってほしいですね。そうですね、和歌山の豊かな自然の中で梅農家の方々や、事業者の方々が真摯に取り組んで作り上げてきたこの GI 和歌山梅酒の魅力を国内外の人に伝え、日本国内のみならず世界的なブランドにしていきたいと考えております。はい、さあ今後の取り組みなんですが、どのようになさいますか？はい、今年度は引き続きアマンディーヌさんをアンバサダーとして任命してブランドの認知度をさらに高めていきたいというふうに考えています。またフランスの方々に和歌山梅酒の魅力を知ってもらうために、和歌山梅酒を取り扱う関係者の研修にも力を入れ、さらに和歌山梅酒の取り扱いレストランや販売店の情報の提供に努めていきたいと考えております。はい、ありがとうございます。いや、世界へ羽ばたく和歌山梅酒への思いを馳せまして、私も今日は梅酒、和歌山梅酒をいただきたいなというふうに思います。ということで、ここまで GI 和歌山梅酒についてお伝えしました。さあ、それでは最後にもう一つマンスリーピックアップです。プラスチックごみの削減に向けました取り組みとしまして、県庁の県民ロビーに給水スポットが設置された話題です。給水スポットが設置されたのは県庁本館2階の県民ロビーで、11日岸本知事が立ち会いのもと利用できるようになりました。知事が若手職員と昼食を共にして交流を図るおにぎりミーティングにおいて、マイボトル持参の職員が多いことに着目し、マイボトルを利用することでペットボトルの削減につなげようと今回給水スポット設置を決めました。常温水と冷水が給水可能で、一般の来庁者にも利用してほしいとしています。和歌山のね、綺麗な海を守るためにはプラスチック問題をぜひ自分たちの手で解決したいと思いますので、県民の皆様にはぜひマイボトルを持っていただいて、また県庁来られるときはここで給水できますので、今飲みましたらとても冷たい美味しいお水ですので、ぜひご利用ください。よろしくお願いします。以上、マンスリーピックアップでした。お伝えしました GI 和歌山梅酒なんですが、最後に野坂さん、一言お願いします。はい、今後もですね、GI 和歌山梅酒のブランド化をさらに進めていき、認知度を上げることで消費者の皆様が高品質な梅酒を手に取れるようにするとともにですね、真摯にものづくりに取り組んでいる県内事業者の支援につなげていきたいというふうに考えております。はい、食品流通課の野坂さんでした。ありがとうございました。さて、マンスリー県政ニュースワイド、次回の放送は5月26日の金曜日です。ぜひご覧ください。それでは今月はこの辺で失礼いたします。さようなら。